黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。いや2回目だからもう産んでないかもな。いや諦めるのはまだ早い。あ、でもなんかちょっと食感っぽい。はい、どうもこんにちはです。黒猫チャンネルの黒猫です。やった！涼しくなってまいりました。やっぱあれか、暑さ寒さも彼岸までと言いますけど、過ぎたからかな。うん。この部屋はね、24時間ずっとエアコンついてるんですけど、そろそろね、エアコンをね、夜は暖房、昼は冷房、切り替えながら使う必要があるかなと思っております。なかなかね、めんどくさいんですけどね。さて今日はですね、産卵セットの方をね、割り出していきたいなと思います。この産卵セットですね、登場してください。えい！こちらでございます。これはローゼンベルグ黄金オニクワガタ。2回目のセットですね。1回目で何頭だったっけな ?9 頭ぐらい産んでくれたのかな。2回目のセットです。かなり潜ってました。だけど、メスが出てこないので、ちょっと心配ですね。大体2ヶ月経ってますので、掘り出していきたいなと思います。まずは、台を取り出そうね。えい。はい、こんな感じでございます。これは食菌冷死剤。美総研さんのやつですね。はい、なんか生えてる。何これ。これは、マンネタケかな。うん。はい、これですね。取り出しましょう。なんとも面白い形になってしまった。結構伸びてますね、これ。取りましょう。は、これキノコ。キノコに見えない。ね。キノコだと思うんですよ、これもね。食べれるとは思うんですけど、まあ食べない方が無難ですね。はい、メスは生きてるのか、ずっと潜りっぱなし。どうなんだろうね。結構潜ってるよね。はい、じゃあまあね、開けていきましょうか。一応ですね、割り出し用のために小刀とスプーン用意してるんですけど、小刀はね、いらないかな？ひょっとしたら、結構パリパリ割れそうな感じですね。こんな感じで。さあ、幼虫いるでしょうか？うおー、なんか柔らかい。バキッていっちゃいましょう。お願い、2回目産んでてほしいけども、潰しそう、恐ろしい。幼虫ちゃんいるか。あ、メスが元気です。まだね。やった！さあ、メスも回収できたし、あとは幼虫って話なんですけど、どうでしょうか。これいらないな。さっきの材も一応ね、チェックしとかないとな。卵産んでるかもしれないし。はい。よいしょ。いや、2回目だからもう産んでないかもな。ああ。やっぱり2回はないか。よっ。ああ、そうか。やっぱ2回目は産まないんだな。そんな感じですか。全然産んでねえや。いや、まあでもね、諦めるのはまだ早い。ね。は。は。ほっ。うぅ。材的にはいい感じですけどね。全然産みそう。
ただまあ2回目っていうことで難しいローゼンですしね、産まないのかなっていう予想はしてましたけど、一応でも組むだけ組んだっていう感じなんですよ。はい、全然いないですね。あ、いました、一頭いた。あ、二頭いた。よっしゃ、いましたよ。よかった。産んでくれましたね。はい、まず一頭目回収でございます。もう一頭ですね。ここにいる。ね。いやー、二回目も産んでくれましたね。はい、二頭目でございます。二頭目、ゲットです。やった！お疲れ様です。ということで、まあ、二頭だけでしたね。うん。まあ、二回目なんでね、もう、10頭以上寝るし、満足しようと思います。うん。結局いなかったですね。新しい卵とか、幼虫とかね。あれ以上は出てこなかったです。はい。時間がね、ありそうなんでね、もう一つ産卵セット、割っていきましょう。おう！はいはい、手袋つけたままですがね、もう一個産卵セット、こちらでございます。えい！こちらですね。これはですね、アカレギウスの、産卵セット。これも2回目になりますので、レギウスについてはね、2回目産んだこと今まで1回もないので、まあ、あんまり期待せずにね、開けてみたいかなと思います。はい。じゃあ、まあ、とりあえずね、これは菌床使ったんでね、菌床取り出しましょう。湿度がすごいです。あ、やばいやばい。これちょっとティッシュで、こうやりながら、開けましょう。よし。うまいこと開いた。はい、真ん中のが菌床です。すぐ取れると思います。よっ。うん。なんか黒い塊だな、これ。あー、取れた。はい、幼虫下にはいないみたいなんでね。うん。あー、ごめんごめん。ごめんなさいね。この中に全部いるんじゃないかなと思います。さあ、一度も成功してないレギウス。勝て、やっぱり。産んでるかな？うわ、産んでなそう。やっぱ2回目か？いや、諦めるのはまだ早い。あ、でもなんかちょっと食根っぽい？違うか。うん。これルカディア使ってるんですけど、ルカディアやっぱいい感じですね。なんかゴム化が割と進行してないです。うん。菌床産卵もルカディア使おうかな。おー、こんなしちゃって、あ、メスいた。元気元気。あー、危ない危ない。アカレギウスなのに黒くなっちゃって、あ、元気ですよ、メスちゃんね。あ、ほら、ホワイトアイです。おー、白い目がかわいい。ふふ。ね。はい、メス元気でしたね。長生きですから、レギウスは。さあ、問題はそっちよりも産卵してるかどうかなんですが、ここまで来るとやっぱいねえかもな。潜ってるからちょっと期待したんですけどね。やっぱ2回目ってことか。なんか1頭とか2頭、あ、いました、レギウス。一頭だけいた。なんか、あれですね。あれの時もそうだったけど。いたいた。ありがとう。はい。一頭取れました。かわいい。ちっちゃい。どんなんだよ。はい。レギウス、二回目、初めて産んでくれました。数少ないけど嬉しいです。頼む、いてくれ。よっ。あ、いた。やった。二頭目だ。勝った。ゴム化してる。はい。よかったです。二頭、ケツが。取れない。なんだこれ。あー、もうこういうところに限ってゴム化してる。はい。よし、出たー。はい。
やったやった、二頭目です。レギウス二頭目生まれてました。二頭で終わりっぽい。最後ここ行こう。いやー、いない、いないっす。どうやら二頭止まりですね。まあでも初めて産みましたよ、二回目ね。産むだけ産むんだな。あとまあこんなんありますけど、まあいないでしょね。はーい、リンゴの匂いする。青リンゴの匂い。いやー、レギウス、まあ良かったっすね。とりあえずはなんとか、缶とかで、うん。少しだしすけど数取れたんで、よしとしましょうかね。はい。まあ一応、もう一回しっかり見ときますけど、まあ多分、これで終わりでしょう。はい。やった！お疲れ様でした。本日の収穫でございます。えい、はい、こちらでございます。こちらがローゼンベルグ黄金オニクワガタ、ジャワ島のね、黄金オニクワガタです。で、こちらがカメルーンの赤レギウスです。ホワイトアイね。ということでね、まあなんか2回目の産卵セット、ローゼンも赤レギもかなり難しいですから、2回目はね、うまいこと、まあ、二頭とはいえね、うまいことね、産んでくれてよかったと思います、本当に。ね、今日は良き日ですね。はい、今日はね、これでお別れしたいなと思います。またよかったらね、コメントなんかで感想聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。やっ